11世紀、とこしえの夜で世界を包んだ妖魔の王、夜の君を一人の少女が倒したという。だが、その散り際に、夜の君はその汚れた血をまき散らし、世界に禍根を残した。ブルーブラッド。その血を浴びた者は、姿と性質を変え、邪妖と呼ばれる人にあだなす存在となった。以降、邪妖は夜になると街に現れ、人々を襲うようになり、人間の世界から夜を奪った。そうして、世界は光さす昼は人が活動し、闇に染まる夜は邪妖がうごめく眠ることのない、夜のない国となった。それから800年、聖戦の舞台となった北海に浮かぶ地図にない島、ルースワール。今この島で、夜との宿命を背負う二人の少女が、運命の再会を果たそうとしていた。これは、夜のない国に生き、愛する者のために戦った、二人の少女の物語。ここが指定された島か。くそ、強行帳面。こんな地図にもない島にあんなボロ船で向かわせやがって。おかげでひどい船酔いが。強行帳の騎士の方ですか？ああ、君が今回の司祭って、ユリーテス？アーナス、今回の邪妖討伐任務のパートナーってあなただったのね。おう、私も驚いたよ。まさかまた君と一緒に任務ができるとはね。邪妖と戦うエージェント、アーナス様をケアしに参りました。よろしくお願いしますね、騎士様。こちらこそよろしく頼むよ、司祭さん。
それにしても久しぶりだな。最後に会ったのはドイツで大物を飼った時だから何年ぶりだ？そうね、2年ぶりくらいかしら。もうそんなに経ったのか。リュリーティスはそれまで何してたんだ？そうね、お仕事をしたり旅行をしたり、とにかくいろんなところに行ったわね。イギリス、フランス、ポルトガル、ヨーロッパはほとんど回っちゃったんじゃないかしら。そうなんだ。思い返してみると私は仕事ばっかりの2年だったな。へえ、アーナスはどこでお仕事をしていたの？アメリカ。アメリカ？それはまた遠くに行っていたのね。任務はそれほどでもなかったんだけど、現地まで行くのが大変だったな。今にも沈みそうな小舟に乗って波に揺られていったんだ。何度死ぬかと思ったことか。ああ、アーナスって船が苦手だものね。なんで船になんて乗りたがるのかわからないよ。向こう岸に渡りたいなら橋を架ければいいし、魚を釣りたいならそこらの川でこと足りる。人間は地に足つけて生きるのが一番なんだよ。わざわざ水の上に行く必要なんてこれっぽっちもないじゃないか。安心したわ。でもこの島にも船で来たんでしょ？大丈夫だったの？実はあんまり大丈夫じゃない。さっきから船酔いで頭がグラグラしてるんだ。あら大変。じゃあ早くホテルに行きましょう。ホテル？教皇庁の協力者が待っているの。さっき見てきたけど、広くていいホテルだったわよ。さすが教皇庁、気前だけはいいな。まあいいや。ホテルに向かうとするか。そうね、行きましょう、アーナス。どうしたんだよ、リリーティス。急に笑ったりして。アーナスと一緒にいるんだなって思ったら、つい嬉しくなっちゃって。なんだよ、それ。私たち、学生の時はずっと一緒にいたじゃない？寄宿舎で一緒に起きて、遊んで、お話しして。なのに卒業したらめったに会えなくなっちゃって、私とっても寂しかったのよ。リュリーティス。だからね、アーナス、今回はまたあなたと一緒にいられてとっても嬉しいの。そっか。ねえ、リュリーティス。この島、あまり大きくなさそうだけど、景色は綺麗だと思わない？この任務が終わったら、
一緒に見て回ろうよ。いろんな話をしながらさ。アナス、絶対よ、約束だからね。うん、約束。そうと決まればこんな任務さっさと終わらせちゃおう。ロシエクロックが反応しているということは、ええ、邪妖たちが潜んでいる証拠だわ。気をつけてね、アーナス。ああ、ペルモン。なんだ。ジャーコエリ、エレイエル。セルバンが呼び出す前に勝手に出てくるなよ。お前たちはセルバン、私のしもべなんだからちゃんと言うことを聞け。はいはい、頼りにしてますよ。落ちろ。ほっ、切り裂く。
気候よ、移ろう時のごとく、流れる水のごとく、忌むべき地をあるべき地へと送り出せ。はい、これでもう大丈夫。ロジエクロックに溜まった青い血を浄化したわ。これでしばらく青吉に蝕まれずに済むはずよ。ありがとう、助かったよ。ところで、そいつは何？この猫ちゃん？アーナスの戦いを見ている間にお友達になったの。なんてのんきな。どうしたのかにゃ？おなかすいたのかにゃ？ユリーテス。お家に帰ってご飯をもらいましょうね。どうしたの、アーナス？私の顔に何かついてる？なんでもない。ひとまず先に進もう。ええ。まだ夜が潜んでいるみたい。気を抜かずに行きましょう。ああ、闇が黒潮が溢れ出してる。なんて数だ。世界が常しえの夜に包まれようとしてる。
です。どけ、リュリーティスを助けるんだ。失った。リュリーです。あれが教皇庁のホテルか。仕方ない、あまり頼りたくはないが、そんなことは言ってられない。一度教皇庁の協力者と交流するか。ホテルエンデでございます。いえ、まだ見つかっておらず、
はい。はい。アーナス様でございますか？はい。ご到着でございます。はい。はい。かしこまりました。では。あんたは？ホテルエンデの支配人でございます。あんた、支配人ってことは教皇庁の協力者か？私は騎士のアーナス。大変なことになった。リュリティスが、司祭がさらわれた。早く助けに行かないと。どこか心当たりはないか？教皇庁の協力者ならこの辺りの地理に詳しいだろう。あのお方の声をお伝えします。捜索範囲は旧伯爵邸庭園、現在はローズガーデンとなっている。以上でございます。教皇長め、もうそんなことまで分かってるのか。ありがとう。それじゃあ助けに行ってくるよ。くれぐれも万全の準備を整えて出撃なさってください。言っていただければ戦いに役立つ品をいくつかご案内できます。そうか、じゃあお願いするよ。これは、
浄化開始。